くぞ。せーの、お誕生日おめでとう。みんなお祝いありがとう。しっかし全員のスケジュールがあってよかったな。最近みんな忙しくしていたし、葵自身も課題に追われていたものね。そうだね。おかげで今日が自分の誕生日だってことを直前まで忘れてたよ。なんだ、それならやっぱりお祝いもサプライズにしとけよかったな。サプライズ？そんな予定があったの？前日までは知らんぷり、当日思いっきりお祝いするって案もあったのよね。ロンドンの活動もあるし、一緒にいる時間が長いから隠し通せないだろうと思って、普通のお祝いをしようって決めたんだけど。まさか自分の誕生日を忘れてるとは思わなかったわ。まあその分堂々とお祝いの準備ができたのは良かったけどな。おかげでお料理もいつも以上に腕によりをかけたものにできたしね。椿ちゃんも葵くんへのプレゼントをゆっくりじっくり選べたんじゃない？ちょっとヒーロー。そういえば椿はいろんなやつに相談してたよな。春菜とか沙織とか、本当にいろいろ。渚まで。別にそういうつもりじゃないわよ。ただその私たち付き合いも長くなってきたし、プレゼントを渡す機会も自然と増えるじゃない。だからあまり変わり映えしないプレゼントだとがっかりさせちゃうんじゃないかと思って。がっかりなんかするわけないよ。物自体ももちろん嬉しいけど、お祝いしたいって思ってくれたその気持ちが何より嬉しいんだ。それがどんなものでも本当に大切な宝物だよ。みんな今日は本当にありがとう。お祝いする側なのに嬉しい言葉をもらっちゃったわね。まったくらしいっていうか、なんていうか。本当におめでとう葵。こんなところに道があったんだ。今日はここを通ってみようかな。